Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan. In Japan, as well as in Asia, we have a man named Fukurokuju who got a long head like this. This is a story about it. In Japanese, まあ世界中でロングヘッドマンの頭蓋骨は発見されています。コーカサスでも大量に見つかってますし、他にもエジプト、それからペルー、南米ですね。でも見つかっているわけです。メキシコでも見つかってますね。ということで、このロングヘッドマンというのは明らかにいたわけです。以前は頭にね、布を巻いて頭を細長くしたんだというふうに説明する先生もいらっしゃいましたけども、今はその説は影を潜めましたね。で、これがツタンカーメンの、まあ、なんて言いますか、調査をしている人なんですけども、まあ、レントゲン写真でしょうかね、このように写るということなんですね。まあ、頭長かったということなんです。これはお父さんですね。ということで、まあ、ツタンカーメン家族というのはロングヘッドであったと。特に妹がですね、ロングヘッドであったことは、あれお母さんだったかもしれませんけども、こんな頭をしてたということなんです。で、まあ、日本では福禄寿という人がそうなんですね。で、七福神の一人ということになってますけども、七福神そのものがですね、まあ、いろんな神様の寄せ集めということですから、七福神そのものにはあまり意味がないんじゃないかなと思います。まあ、とにかく福禄寿という人は、ここに長い、まあ、仙人みたいな方ですね、がいたということなんです。この福禄寿、God of Happiness、まさに幸福の神様ですね。三人の神様の寄せ集めたという説もあるんですよ。で、それは何かというと、三人ということは血のつながった実の子に恵まれること、俸禄、財産のこと、長寿、単なる長生きではなく健康を伴う長寿の三徳を具現したものを福禄寿って言うんだそうです。なるほどね。いいこと言いますね。単なる長生きではいけないということなんです。どうしてかというと骨盤のですね大きさには限界があるんですね、女性の。そこで赤ちゃんの頭がですね、まあ、人間が進化して脳みそが大きくなっていくと、例えば 脳神経細胞がね、数が増えてくるとどんどん大きくなっていくわけですから、小さくするって脳神経細胞を小さくするという方法もあるんでしょうけどね、骨盤の賛同をくぐり抜けられなくなってしまうんですね。それは脳みその発達の限界にもなってくるわけですけども、まあ、赤ちゃんによってはですね、このようにくびれて生まれる子供もいるそうです。このくびれが非常にまあ、極端化したのが、まあ、チタンカーメン家族ということになるんですけどかもしれませんね。まあ、この子供さん、お子さんはですね、そういったその後遺症的なものが残った子供ということで紹介されています。じゃあどうするかですけども、人間の脳を進化する、まあ、この骨盤の大きさがね、同じであれば、いわゆる賛同が同じであれば、こういうふうに細長くなるしかないんですね。で、脳をどん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 細長くしていくと。ですから、エイリアンのように大きな頭っていうのは明らかにこうなってますか、母親から生まれたんじゃなくて、まあ、ヒューマノイドというか、人工的にこう飼育されて生まれた子供ということに考えていいわけです。まあ、ともかく日本にもですね、それを思わせる人たちが昔は住んでいた可能性があるんですね。このエボシっていうのはそうなんですけども、そういった頭を隠すためにこのエボシが発達したとも考えられなくもないということで、まあ、以前それについては、精査してみました。で、エボシなんですね。で、なぜこのエボシが生まれたかですけども、はい。まあ、あとは皆さんのご想像にお任せいたしますけども、この帽子なんかはもう極端ですね。このエボシは極端です。で、こうした骨がですね、コーカサス、ちょうどギザから30度の角度で行くわけですけども、そこで発掘されているということなんです。ですから、まあ、超等人間というのはいたわけですよね。明らかに言いました。ということで、まあ、今日は少しもう一回超等人間に戻ってみます。どうか続くビデオをお楽しみください。Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan. It's my pleasure that I can talk about the mystery of long-haired man. Here is the story. In Japanese. 皆さん、こんにちは。今日は超等人間。長い頭を持った人にの謎について少し触れておきたいと思います。たびたび述べてきましたが、古代にはロングヘッドマンがいました。これがアクヘナテンと言いまして、キングトゥト、いわゆるツタンカーメンのお父さんです。
頭を帽子で隠しています。でこれが実際のアクヘナテンのミイラです。後頭部が異様にといいますか大きいのに注意してください。そのアクヘナテンの妹か姉、これが妻になるわけですけども、これがネフェルティティって言われてます。この今の お父さんの妹かお姉さんなんですね。すなわちこれがツタンカーメンのお母さんなんですね。彼女も頭を何か帽子で隠しています。母親です。でこれがツタンカーメン家族の彫刻と言われております。これがアクヘナテンお父さん、これがネフェルティティです。そしてこのここに横にいる小さい子供、これがキングツタンカーメンですね。そしてもう一人女の子がいます。これがメルタテンという名前、メリタテンという名前の妹です。このメリタテンはですね、非常に長い頭を持っていたことで知られています。もう一つよく知られた像があります。これもメリタテンです。普通でないことはもう皆さんお気づきですね。でもう一つベルリンにですね、壊れたと言いますか、像があるんですが、これはネフェルティティかお母さんかメリタテンだと言われております。どちらかだと言われております。でこれがネフェルティティですね、お母さんです。左にいるのがお父さんということになります。お母さんは長い頭を持っていました。でこれがツタンカーメン王の、棺の飾り物ですね、お面です。でこの壁画のちょうどここですね、をここにツタンカーメンがいると考えていいわけです。で今ツタンカーメンをですね、ミイラを取り出して、像を取ったわけでありますけども、これがツタンカーメンです。X 線像ですかね、これは。そこでもう一度このツタンカーメンの家族をしっかりと見てみたいと思うんです。これがお父さんのアクヘナテンです。次にこれがお母さんのネフェルティティです。そしてキングトゥットですね、ツタンカーメンです。で妹がいまして、先ほど言いましたようにいまして、この妹がメリタテンです。みんな頭が長いことに注意してくださいということは、すでに私は何度も述べてきました。でもう一枚大変貴重なと言いますか、写真を手に入れました。これはツタンカーメンのミイラです。でかなり雑にこの布を取ったもんですから、かなり破壊が進んだと言われております。で私はこの腕の長さに注目してみました。何かしらみんな腕が長いなという印象は以前から持っていましたが、今回それを確かめてみることにしました。まず左手を伸ばしてみます。かなり下まで来るんですね。このミイラ見ただけでも長いと思います。日本人とは違うんでしょうか、あるいは胴が短いということもあるでしょうか、どうもそうでもないみたいですね。この超等人間、明らかに宇宙人、異星人と言っていいわけですけども、エイリアンと言っていいわけですけども、例えばこれは江戸風神殿の像ですけど、みんな長い手を持ってるんですね。エイリアンと思われる人たちはですね、みんな長い。日本もそうなんですね。菩薩像、如来像ですかね、手が長いですね。仏像っていうと日本で手が長いんですね。この手なんかはガンダーラの釈迦流像ですけども、もう膝のところまで手が届きますね。皆さんも一度立ってみて確かめてください。これはガンダーラ、これもガンダーラの仏像ですけども、やはりこの膝のところまで優に手が届きますね。ということを私は疑問に思いました。エイリアンというのは
手が長かったのでしょうか。 Thank you very much for watching and see you next time. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi Hamamatsuri Japan. January the 13th, 2013. The more I know, the more mysteries I have found. This is one of them. This is a long-haired man. And have a look at this long head here. This is a kind of man really exist here and here and here. Of course, they did. They really did exist on this earth. In 2005, a Russian newspaper Pravda reported that they had found very strange scars here in Stavropol. The angle between the North Pole and Giza up to that place is just 30 degrees. These are scars which they found, sort of a long-haired scars. But this type of scars have been found all over the world, in Peru, in Egypt, and so on. These are sort of long-haired men, but this man is the most well-known famous man. His name is Tutankhamun, King Tutankhamun. And this is a CT scan of his skull. Tutankhamun has got also long head, and this is his father. And his father has also had a long head. And this is his sister-in-law. And she had also a long head. And there are some sculptures and figures like this. They've got also a long head. Now, how about this bird-head man? Did he really exist? I don't know. But have a look at this skull. This is called Star Child, a skull of Star Child. But have a look at this here. This is a human skull. And this is a skull, a Star Child skull. Another one. But I think, right? This skull of a Star Child is very resemble the Birdman in Egypt. Just see and compare them with each other. So I just think there are no evidence, no proof, but I just think this is so similar to each other. So just think this is a skull of Birdman. This long-haired man and bird-head man. I believe both of them did exist in this world. How do you think about this fact? Thank you very much for watching and see you again next time. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi Hamamatsuri, Japan. This is a story about the mystery of the theory of evolution. Hypothesis based upon Zakaria Sitchin's theory. 皆さんこんにちは。今日はザカリア・シッチンの理論に基づいて、私の仮説を発表いたします。その時、シュメールのエイリアンは労働力不足に困っていた。なあ、お前。はは、恐れながら。労働力不足をどうするのじゃ。それについては、明暗がございます。どんな明暗じゃ、言ってみろ。はは、人間どもを使うのでございます。人間です。あいつらか、あんな連中使えるのか？まあ、
遺伝子操作か何かで改良すれば何とか使えるんじゃないかと。人間にもまあいろいろありましてですね。まあこいつらはダメですね。はあ。しかしこいつならまだ何とか使えそうです。すぐ作業に取り掛かれ、急いでいるのじゃ。はは、早速作業に取り掛かります。むにゃむにゃむにゃ、ブブ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 、ああ、うう、私の DNA を入れてやろう。なんとか。ギー、ガチャガチャガ、キン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 、ピリ、ブブ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 、ガチャン。作業終了。これでなんとか行くだろう。それから数週間後のこと。まあ数週間といってもですね、人間にとっては30年後になるんですね。やっと見本ができて、できましたでござる。ああ、そうか、できたか。じゃあ連れてこい。はは、ただいま連れてまいります。こいつでございます。はあ、いかがなもんでしょう。どこか凶暴そうだな。こんなやつ役に立つのか。ところがですね、問題が一つ起きたんですよ。なんだ、どんな問題だ、言ってみろ。メスがですね、うまく出産できないのです。何、出産できないだと。どうして。頭を大きくしたためにですね、メスの産道をメスはこう 赤ん坊がですね、通り抜けることはできんのですよ。そのためメスがですね、出産の時死んでしまうのですよ。だったら産道を広くすればいいだろう。そうするとですね、大変な操作が必要になってしまいます。DNA の埋め込みはまあ簡単ですがね、それとはわけが違います。何か方法はないのか？タイマーのセットなら割と簡単にできます。予定より早く出産させるのか？ギリギリの嫁き10日で出産させるようにセットします。未熟なままの出産になるが、それでもいいのか？まあ、さようでございます。この際仕方ありません。仕方ない。そうするか。はは、そういたします。おにゃ、おにゃ、おにゃ、おにゃ。かくして人間の子供は未熟なまま生まれることになったのじゃ。お分かりかな？おしまい。ザカリア・シッチンの説に基づく仮説であります。それでは皆さん、Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Today's story is about God's mistake, mystery of theory of evolution. In Japanese, 進化論の謎、あるいは謎の進化論。皆さんは学校で進化論を習いました。私も習いました。まあ、人間はですね、エイプの状態から現在の現代人にこう進化していったというわけですね。しかしこの説はには大きな矛盾があります。まあここで2つの事実を皆さんにお知らせしたいと思います。そしてこの進化論は矛盾している、間違っているということを証拠を添えてと言いますか、皆さんにお話したいと思います。まずこのシーンを見てください。おそらく人間だけなんですね。出産時にこれほど苦しむのは。そして乳児、母親の死亡率というのはですね、1000人に対して日本では16人、今医療が進んでも 3.3 人になりました。70年にはこれほど多かったですね。なぜこういうその
死亡率が高いかというとですね、そもそも無理があるんです。まあ、これは、ね、出産時の子供の様子、あの新生児の様子ですけども、産道を、ね、くぐり抜けることができないんですね。特異に頭だけが大きくなってしまったんです。ですからここのこの段階で無理があるというか、産道を無視して人間の頭だけを誰かが大きくしてしまったんですね。ですから死亡率が高くなった。これほど死亡率が高いのは人間だけなんですね。じゃあ昔のって言いますか、太古の人間はどうだったかというと、頭が小さかったんですね。猿でもそうでしょう、チンパンジーでもそうでしょうね。ですから母親の産道をスルッと抜けて出てくるわけです。すなわち、人間は出産時に大変、苦しむ理由はこの頭蓋骨が大きいということですね。で、産道がそれにして大きくならなかったということなんです。これが事実1ですね。だから人間はこうしたエイプの状態から原始人、そして石器時代を経て、そして現代人になったというんですけども、ここに大きな矛盾があるわけです。進化しているならばですよ、もっと楽になっていいはずでしょ。むしろ進化論に逆行しているわけです。人間の体には矛盾、不必要なものはないわけです。そこで、ザガリア・シッチングはですね、次のように説明しています。で、アヌンナキはですね、自分の惑星から奴隷を連れてきたんですけども、奴隷というかね、労働者を、イギギを連れてきたんですけども、反乱を起こしたと。そこで、弟だったと思うんですけども、アヌ王の2番目のエンリルがですね、そのすべてのイギギを殺してしまうんです。で、その後、地球上にいた、動物、我々の祖先になるわけでしょうか。それ、遺伝子操作によって、自分たちに似た人間を作ったわけですと、シッチンは言っております。で、聖書にも似たような記述があるんですね。旧約聖書の中にも、前回生神は言った後、さあ人間を作ろうじゃないかと、我々の姿に似せて人間を作ろうと、私たちの好みにおいて、そしてこの海の魚、それから空の鳥、それから家畜、それから地上の家畜を支配させようじゃないかと。それで地上を動く人間を作ろうと、そして人間が生まれたというふうに旧約聖書には書いてあります。しかしどちらが正しいとかどちらが間違っているかということが ここでは問題ではありません。シーチンか旧約聖書か、それは問題じゃない。重大な問題はですね、人間の子供だけはですね、生まれて間もなくっていうか、生まれてからしばらくの間ですね、自分では生きていかれないということです。新生児はですね、ということは早く生まれすぎてしまってるんですよね。もっと母親の中にいてもいいはずなんですけども、本来はいたんでしょうけども、その辺のなんて言いますか、頭を大きくして今まで通りに生まれるにしたところが大きな矛盾だということですよね。ですから人間の子供だけは、それから生後1年あれ2年あれ3年前後までは、もう3歳ぐらいまでは自分では生活できない、生活能力が全くないんですね。2歳前後まで立って歩くこともできないと。じゃあ人間の脳を大きくするためにはどうするかというと、長くするしかないんですね。ところがエイリアンは、あるいは神々は大きく、球体として直径を大きくしてしまったんです。ですから先ほど言いましたように、出産時に女性は苦しみ、死亡率が高いですね。つまり私はこれが神々もしくはエイリアンのミステイクだというわけです。皆さんはどのようにお考えでしょうか。 Thank you very much for watching and see you again next time. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi Hamamatsuri Japan. It's my pleasure that I can talk about the mystery of long-haired man. Here is the story. In Japanese. 皆さんこんにちは。今日は超頭人間、長い頭を持った人にの謎について少し触れておきたいと思います。たびたび述べてきましたが、古代にはロングヘッドマンがいました。これがアクヘナテンと言いまして、キングトゥト、いわゆるスタンカーメンのお父さんです。頭を帽子で隠しています。で、これが実際のアクヘナテンのミイラです。後頭部が異様にと言いますか、大きいのに注意してください。その
アクエナテンの妹か姉、これが妻になるわけですけども、これがネフェルティティって言われてます。この今の お父さんの妹かお姉さんなんですね。すなわちこれがツタンカーメンのお母さんなんですね。彼女も頭を何か帽子で隠しています。母親です。で、これがツタンカーメン家族の彫刻と言われております。これがアクヘナテンお父さん。これがネフェルティティです。そして、ここに横にいる小さい子供、これがキング ツタンカーメンですね。そして、もう一人女の子がいます。これがメルタテンという名前、メリタテンという名前の妹です。このメリタテンはですね、非常に長い頭を持っていたことで知られています。もう一つよく知られた像があります。これもメリタテンです。普通でないことはもう皆さんお気づきですね。で、もう一つベルリンにですね、壊れたと言いますか、像があるんですが、これはネフェルティティかお母さんかメリタテンだと言われております。どちらかだと言われております。で、これがネフェルティティですね。お母さんです。左にいるのがお父さん。ということになります。お母さんは長い頭を持っていました。で、これがツタンカーメン王の、棺の飾り物ですね。お面です。で、この壁画のちょうどここですね。を、ここにツタンカーメンがいると考えていいわけです。で、ツタンカーメンをですね、ミイラを取り出して、像を取ったわけでありますけども、これがツタンカーメンです。X 線像ですかね、これは。そこでもう一度このツタンカーメンの家族をしっかりと見てみたいと思うんです。これがお父さんのアクヘナテンです。次にこれがお母さんのネフェルティティです。そしてキングトゥートゥですね。ツタンカーメンです。で、妹がいまして、先ほど言いましたようにいまして、この妹がメリタテンです。みんな頭が長いことに注意してください。ということは、すでに私は何度も述べてきました。で、もう一枚、大変貴重なといいますか、写真を手に入れました。これはツタンカーメンのミイラです。で、かなり雑にこの、布を取ったもんですからかなり破壊が進んだと言われております。で、私はこの腕の長さに注目してみました。何かしらみんな腕が長いなという印象は以前から持っていましたが、今回それを確かめてみることにしました。まず左手を伸ばしてみます。かなり下まで来るんですね。このミイラ見ただけでも長いと思います。日本人とは違うんでしょうか、あるいは胴が短いということもあるでしょうか、が、どうもそうでもないみたいですね。この超等人間、明らかに宇宙人、異星人と言っていいわけですけども、エイリアンと言っていいわけですけども、例えばこれは江戸風神殿の、像ですけど、みんな長い手を持ってるんですね。エイリアンと思われる人たちはですね、みんな長い。日本もそうなんですね。菩薩像、如来像ですかね。手が長いですね。仏像っていうと日本で手が長いんですね。この手なんかはガンダーラの釈迦流像ですけども、もう膝のところまで手が届きますね。皆さんも一度立ってみて確かめてください。これはガンダーラ、これもガンダーラの仏像ですけども、やはりこの膝のところまで優に手が届きますね。ということを私は疑問に思いました。エイリアンというのは手が長かったのでしょうか。Thank you very much for watching and see you next time. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi Hamamatsuri, Japan. January the 13th, 2013.
The more I know, the more mysteries I have found. This is one of them. This is a long-haired man. And have a look at this long head here. This is a kind of man really exist here and here and here. Of course, they did. They really did exist on this earth. In 2005, a Russian newspaper Pravda reported that they had found very strange cars here in Stavropol. The angle between the North Pole and Giza up to that place is just 30 degrees. These are skulls which they found, sort of a long-haired skulls. But this type of skulls have been found all over the world, in Peru, in Egypt, and so on. These are sort of long-haired men, but this man is the most well-known famous man. His name is Tutankhamun, King Tutankhamun. And this is a CT scan of his skull. Tutankhamun has got also long head, and this is his father. And his father has also had a long head, and this is his sister-in-law. And she had also a long head. And there are some sculptures and figures like this. They've got also a long head. Now, how about this bird-head man? Did he really exist? I don't know. But have a look at this skull. This is called Star Child, a skull of Star Child. But have a look at this here. This is a human skull. And this is a Star Child skull. Another one. But I think, right? This skull of a star child is very resemble the birdman in Egypt. Just see and compare them with each other. So I just think there are no evidence, no proof, but I just think this is so similar to each other. So just think, this is a skull of Birdman. This long-haired man and bird-head man. I believe both of them did exist in this world. How do you think about this fact? Thank you very much for watching, and see you again next time. Bye.